皆さんこんにちは。うまいもん食べるもん、うま食べの時間です。本日はこちらマシュマロカフェさんにお邪魔したいと思います。令和4年7月にオープンしたマシュマロカフェさんはビッグマートの裏手にあります。食材にこだわってメニューを提供する映えること間違いなしのカフェです。それでは早速行ってみましょう。こんにちは、今日はよろしくお願いします。それでは早速注文していきたいと思います。すいません。ありがとうございます。早速おすすめのメニューをお伺いしたいんですけども、こちらがランチのデザート付きランチのメニューになります、ソイミート、大豆のお肉のタコライスと大豆のお肉のロコモコのハンバーグですね。この中で一番人気って言ったらどれになりますかね。結構やっぱりお得感があるのがロコモコだと思います。あ、ロコモコ確かにみんな大好きロコモコですよね。私も大好き。しかもハーフパンケーキもついてくるんですね。じゃあちょっとこちらをいただいてもいいですか。はい、パンケーキのソース選んでもらっても大丈夫ですか。あ、ソース色がねピンクで綺麗なパッション&ドラゴンフルーツソースを、はい、本当ですか。じゃあこちらでお願いします。はい、あとお飲み物の食後にデザートでお持ちしますけど、お飲み物もありますか。いいですか。はい、飲み物は、はい、アラジン玉ねぎスープと飲み物とセットで、はい、プラス400円で設定してもらいます。おー、スープもついてくるんですね。アラジンの玉ねぎスープが美味しいです。すごい、はいはい、好きなお飲み物をどうぞ選んでいただいて結構です。いっぱいありますね。コーヒーでしたら、はい、グアテマラ産の最高級の木豆を毎朝こちらでスミングアセンしてます。それか香りのフレーバーコーヒーですね。香りの豊かなヘーゼルナッツ、バニラの香りがするコーヒーラテもできます。あとフルーツハーブティーとスイートライスドリンクっていうのこれも自家製なんですけど甘酒です。いや、コーヒーも魅力だけどなかなか普段飲まないのでちょっとこのスイートライスドリンク、はい、カカオいただいてもいいですか。はい、わかりました。はい、お待ちください。はい、よろしくお願いします。メインメニューもねバリエーション豊かで、もうお写真見るだけでもすごい美味しそうだったんですけど、まさかデザートも選べて飲み物もあんなにたくさんの種類から選べるなんてすごくお得感満載ですよね。私は今回ロコモコを注文させていただいたんですけど、皆さんロコモコの語源何かご存知ですか。ロコモコって響きだけでもねすごく可愛いんですけど、実はロコモコはハワイ発祥の食べ物なんですね。ローカルをハワイ語でロコっていうらしくって、だからまあ地元で愛される食べ物っていう意味なんだろうなって思ってたんですけど、今回改めて調べてみるとちょっと違かったんですよ。ロコってハワイ語でイカれたやつっていう意味らしくって、でモコは入り乱れるとか混ぜるとかの意味らしいんですけど、直訳するとイカれたやつが入り混じってるぜ、なんかすごいハイテンション集団みたいなイメージですよね。店内も見てもらったら分かるんですけども本当に素敵なんですよね。すごい草が上から降り注いでいたりしてリゾート感満載のビーチサイドっていう感じが存分にする店内なんですけども、こちらはお店の人たちが手作りで作り上げた店内内装になるそうなんですね。外観もとってもカラフルだったじゃないですか。あれはメキシコのグアナファトという街並みを再現してこう手塗っていったらしくてですね、まあ、確かにメキシコって私のイメージですけどすごくおおらかな人が多くってハイテンションで楽しくってサンバ踊っちゃってるみたいなイメージあるので、私もねこの空間にいるとなんかテンション上がってきちゃいますね。オラ、ここでメキシコでいつでも使える勝手にスペイン語講座。まずはじめはエストルイコエストルイコ、おいしい。テアーモテアーモ、あなたを愛しています。エルティポキクルースコンエロヒオスエルティポキクルースコンエロヒオス、私は褒めて伸びるタイプ。お待たせいたしました。
はい、ありがとうございます。はい、ではもこもこですね、はい、うわ美味しそう。で淡路の玉ねぎスープです、はい、熱いのでお気をつけください、はい、デザートの、はい、かわいい、いい匂いですね。もち米とお豆腐で作ったパンケーキです。これはスイートライスドリンクですね。はい、いただきます。見てくださいよ、サラダが乗ってご飯にもね黄色い鮮やかな色がついていて本当にカラフルで美味しそうですね。それでは食べたいと思います。ロコモコのモコモコの名前通りにかき混ぜていきたいと思います。うわー、これもう絶対美味しいじゃん。いただきます。うますぎる。え、すごいな。なんかね、ソイミートって言ってたから、なんかもうちょっとまあ大豆っぽさじゃないけどするのかなと思ったら、ちゃんと肉肉しい感じがあって、この卵と絡めたらもう絶品ですね。うますぎる。ライスはターメリックで味付けされているんですね。ターメリック、いわゆるウコンです。だからもうライスもだし、野菜もだし、ソイミートももうどこまでも食べる人の健康を考えて作られたメニューなんですね。次は淡路島の玉ねぎスープいただきたいと思います。私ね、淡路島の玉ねぎすごく好きで、もう淡路島に行って買ってそれで調理してたぐらい大好きなんですよ。すっごい楽しみです。いただきます。おー、甘い。もう玉ねぎの甘みだけがギュッとなった美味しいスープですね。中にですね、玉ねぎの具も少し入ってるんですけど、もうこの食感があるっていうのもすごくいいなって思いますね。うん、もうしっかり炒められて柔らかくなった玉ねぎがスッと喉に入っていきます。最後の一口です。いや、ほんと大豆とは思えない満足感でした。じゃあ次はデザートのパンケーキいきたいと思います。もう色が本当に綺麗ですよね。ビビッドカラーっていう感じで、こちらがパッション&ドラゴンフルーツソースのかかったパンケーキです。上にマシュマロも乗ってて可愛いですね。では食べたいと思います。すごいなんかしっとりですね、フォーク入れた感じは。いただきます。うん、あ、すごい甘さ控えめのパンケーキにソースも結構さっぱりしていて、うわ、南国らしさがもう口の中でめちゃくちゃ広がっています今。本当にパンケーキはもうふわふわで柔らかくてスフレみたいな食感がしますね。こちらのパンケーキ、砂糖とバターと小麦粉が不使用でグルテンフリー、しかも豆腐でこう作られているのでタンパク質も豊富っていう点すごく魅力的ですよね。なんか砂糖とか入ってなかったら一見甘くないんじゃないって思っちゃいますけど、甘いものに目がない私でも大満足です。ソースと一緒にパッションとドラゴンフルーツの種もね一緒にかかってるんですけど、このパリパリした食感一緒に味わえるのはすごく新食感で相性がバッチリですね。続
いてはスイートライスドリンクを飲みたいと思います。すごいなんかねプチプチしてるのかな、ライスのね感じがもう見ただけでありますね。いただきます。うん、全然チョコレートだ。なんか甘酒っていう風におっしゃってたので、もうちょっとこうアルコールの風味というかえぐみというか感じられるのかなと思ったんですけど、カカオの香りがすごく立っていて本当に甘くて美味しいチョコレートジュースみたいな感じですね。スイートライスドリンクは飲む点滴とも言われていて、消化吸収を助け免疫力を高め疲れを感じた時に最適です。美容成分を多く含んでいるので美肌アンチエイジングに超おすすめ。でこちらの、ね、ドリンクはプレーン味、パッションドラゴンフルーツ味で、私が飲んだカカオ味、あときなこ味と4種類あるそうなので、もう多分ね全部飲んでもどれもきっとすごく美味しいと思うので、皆さんぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ラストパンケーキいただきます。ごちそうさまでした。